こんにちは、仲本 K 店です。今日も YouTube を撮っていこうと思います。昨日はお休みさせていただいたので、おとといとその前にご紹介させていただきました、えー、ドイツのドゥゲナ社の機械式時計のご紹介です。で、一番最初、お、えー、とといの前にご紹介させていただいたのが、キャパというモデルの黒いケースに黒い文字盤。 で、まあ、普通の夜光塗料を使ったモデルになります。ベゼルが艶ありで、ケースサイドというかが、えー、サテン仕上げになっています。半艶ですね。で、裏はスケルトン。強化ガラスのスケルトンになります。防水は5気圧強化防水です。で、えっ、ー、と、おとといがこれの、えっ、ー、と、 オレンジのインデックスと針のタイプ。えっと、これですね。これです。これがオレンジのインデックスと針。2本並べると、こんな感じ。そして今日はこれに加えて、えっと、カラーのモデルを残しとこうかな。グリーン。 きれいなグリーンですよ黒 PVD ケースでサファイアガラスでグリーンのインデックスにグリーンの針とで、先ほどのオレンジは夜暗くするとオレンジに光りますしこれはグリーンに光りますで、えーと、通常の黒文字盤に普通の薬光塗料もグリーンに光ります それよりもこう、グリーンがちょっと濃い感じになりますこんな感じでローターの動きも非常にいいですで6時のところにメイドインジャーマニーと書いてあるんですけどもわかるかなわかんないかなはいそんな感じでドイツ製で12万8000円です、えー、とドイツ製の本格的な機械式時計としては入門編の価格帯になると思います でこのグリーンは、えー、とドイツの,あのスーパーカーメーカーのルーフという自動車メーカーイエローバードというのが昔有名だったんですけども、えー、そのルーフのメーターと同じカラーなので、えー、日本の輸入元の RTC の社長様も、えー、使ってもらっていますそんな感じで、えー、ルーフお乗りの方は、えー、とこの時計すごく似合うと思いますのでぜひ考えてみてくださいよろしくお願いします